象庁の発表によりますと、台風5号は午後3時半ごろ和歌山県北部に上陸した後、午後5時には和歌山県紀の川市の東北東30キロにあって北東へ進んでいるとみられます。この時間、大阪府と奈良県、和歌山県、兵庫県、京都府、それに三重県が暴風域に入っています。